ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、今回は三科を紹介するぜ。三科？聞いたことないけど、一体何なのかしら。三科とは、かつて日本に存在したとされる放浪民の集団なんだ。そういう人々がいたなんて知らなかったわ。ところで、放浪民ってことは定住していないってことになるわよね。その通りだぜ。三科は山の民とも呼ばれることもあり、山奥で家を持たずに点々と生活している部族なんだ。漢字では山室と書かれることもあれば、山や三つ屋とも記されることもあり、統一的な表記法はないんだ。ただ、この呼称は警察による便宜上のもので、様々な背景があって差別用語として用いられてしまうことも多いんだぜ。差別用語となると結構大変な経緯がありそうね。そうだな。そのあたりも含めて、今回は三科について紹介していくぜ。お願いね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。三科の生活形態は、イメージとして縄文時代や弥生時代のような古代人の生活スタイルだと考えられているんだ。山奥で生活していることから川では魚やカニを取り、山中では熊やイノシシ、鹿といった動物を狩猟し、他にも山に生える植物やキノコ類なども収穫して生活していたとされているんだぜ。自給自足の生活なのね。そうだな。そして彼らは、住居や家などには定住しなかったものの、セフリと呼ばれるテントのようなものを移動先で張り、雨風をしのいでいたと考えられているんだ。また、手先が器用と考えられており、その特徴を活かして竹細工や身、ほうきの製造や修繕などを収入源としていたんだ。時々余った食料や製造品などを交易するために村を訪れることもあったらしいぜ。そんなに遠い存在ではなさそうね。そんな三科だが、基本的には道具をあまり使わなかったんだ。ただ、そんな彼らが用いていた道具として有名なのが梅貝と天神という二つの道具なんだぜ。気になるわね。梅貝とは両刃の短剣のような道具で、鋭い切れ味を持っており、狩りや料理の時や木の実を砕く際にも用いられ、非常に多機能で便利な刃物として使われていたんだ。今でいうところのサバイバルナイフみたいな存在だぜ。なんだかかっこいいわ。また、天神とは鍵のようなもので、料理をする際にセフリに引っ掛けて使っていたと考えられているものの、情報が極端に少ないためあまり多くは使わなかったのではと推測されているんだ。引っ掛ける対象物として、主に鍋が考えられているんだ。古い日本の今とかに、よく鍋が引っ掛けられてある光景がイメージされるけど、あんな感じかしら？そうだな。ここからは、簡単に三科にまつわる歴史を紹介するぜ。三科という言葉は、江戸時代末期の文書にて初めて現れたんだ。北海道の名付け親でもある探検家の松浦武四郎の手記に、三科に命を救われたという記述があったんだぜ。この際、彼ら自身が名乗ったわけではなかったため、三科という呼称はこれ以前から口語として存在していたと推察されるんだ。この手記では単に山に住む人という意味で用いられていたんだ。これより前の資料がないなんてミステリアスね。その通りだな。また、同じく幕末の1855年にも、広島の庄屋が残した文書にも三科という言葉が登場しているんだ。ただし、こちらでは山に住む犯罪者という意味合いで記述されていたんだ。人を救ったり、犯罪者にされたりと全然性格が異なるわね。ただ、両者に共通しているのは山に住むという点だったんだ。時代が変わり、明治時代に入ると警察を中心とした多くの行政文書に山室と記述されており、そのほとんどが里に定住する村人から物を盗む犯罪者集団として記されていたんだぜ。犯罪者集団って嫌な感じね。明治時代には推計ではあるものの三科は全国で約20万人ほどいたとされているんだ。その後、行政文書に三科の文字が登場する機会は次第に減っていき、第二次世界大戦中にはほぼゼロとなっていたんだ。それでも、終戦直後の推計では約1万人と考えられているんだぜ。一気に減ってしまったわね。にしても、どうして急に減ってしまったのかしら？それについては後で紹介するぜ。話を戻すぜ。戦後、作家の三隅博士が三科に関する小説を続々と発表していくと、三科という言葉は一般に広く知られるようになったんだぜ。彼の表した作品は、実際に山中に住み三科と呼ばれていた松浦一家への取材に基づいていたものの、小説の内容は娯楽性を追求した創作の人間ドラマだったんだ。また、これらの小説が流行したことで、その設定をもとにさらにファンタジー性が増した大衆小説が大流行することになったんだ。これらの作品は三科文学と呼ばれ、映画化などもされたんだぜ。乗るしかないわね、このビッグウェーブに。こうした三科文学の流行後、文学に影響されて三科は被差別民であり、三科への偏見を是正しようという運動が見られるようになるが、その頃には三幹部の不定住者はほぼ消滅してしまったんだ。あらら、そうだったの。ただし、その後も1980年代のオカルトブームでは謎の多い三科は格好の題材となり、独自の文字を使用する、超能力を使う、古代文明の生き残りであるなど荒唐無稽な本が多数出版され、様々な誤解や俗説を生むようになってしまったんだ。さらに、一部の懐疑主義者からは三科はオカルト式による創作ではないかと、その実在まで疑われるようになってしまったんだぜ。さっきから自分たちの知らないところで勝手に話題になっていて、とんだ迷惑ね。そうだな。では次に、そんな三科の発生にまつわる諸説を紹介するぜ。
わかったわ。まずは古代難民説だ。これによると参加は、現日本人あるいは縄文人であり、大和王権によって山間部に追いやられた異民族であるという説なんだ。これは民族学者である柳田邦夫の三人論に基づくが、柳田は参加と三人を区別して記述しているんだ。ただ、これは根拠に乏しい仮説であった。現在ではこの説を主張する研究者を探すことが難しいと、考えられるくらい少数派の意見ではあるものの、続説としては広く信じられているんだぜ。そんな昔からいたとなると魅力的ではあるわね。次は中世難民説を紹介するぜ。参加は動乱の続いた室町時代の遊芸民や職能集団をルーツとする説なんだ。この説は起源を比較的古くまで求めることが可能な言葉である。密や、山外、坂の物などを根拠としているんだぜ。語源はこれだって言われても納得いくわ。そうだな。ただし、この説はさっき紹介した、江戸時代末期の広島の庄屋に残された文章にある参加との因果を検証することが困難とされているんだ。他には、近世難民説もあるんだ。これは、江戸時代末期の飢饉から明治維新までの混乱までの間に、山間部に避難した人々が参加の大多数を占めるという説なんだ。参加に関する記述が初めて登場したのが、天保の大飢饉が最も過酷であった中国地方の広島で登場することから、この説が主張されているんだ。これは根拠として強そうね。この他にも、さっきも紹介した参加は存在していないというフィクション説や、方言説もあるんだ。フィクション説では、古文書や行政文書に登場している参加という言葉は、いわゆる古事記や被差別民全般を意味する言葉であると考えられ、方言説はフィクション説の足として、中国地方で定住しない貧困層の被差別民を意味する参加という方言が、明治政府に警察として多数雇われた長州藩の元藩士と共に日本全国に広まったとする説なんだ。そういう考え方もあるのね。実在していなかったとしてもこの説は面白いわ。そうだな。では、さっきから霊夢も気になっていたであろう、参加の消滅に関して紹介するぜ。参加は江戸時代末期までは山奥で生活していたが、明治時代に入ると近代化により、人々の生活圏が広がったことで徐々に近隣の集落や都市部などに吸収されていったんだ。そして、戦後の昭和30年代に突入すると、参加のような非定住者の姿が目撃される機会が一気に少なくなったんだ。近代化の波に飲み込まれてしまったのね。そうだな。また、全国民の戸籍が登録される体制が整ったため、江戸時代に戸籍から漏れた層も明治以降の戸籍には編入されるようになったと考えられるんだ。江戸時代において無籍者に定住できる土地はなく、明治以降は政府がそういった立場の人々に定住を指導したとされているんだ。また、国家の近代化に伴う戸籍整備は徴税や徴兵などに必須であったため、参加が戸籍に残る定住者として組み込まれていったことは不自然ではないんだぜ。なるほどね。同時に、戸籍と定住を強要された結果、戦後に日本文化と同化し姿を消したという主張や、近代の社会形態の変化に伴い、過去に村周辺などに見られた貧困層の多くが、都市の中でも人口の流動性が高く生活困窮者の多い地域に移住したのではないかという主張もあるんだ。また、明治以降、警察にとって監視や注意が必要であったのは、その犯罪性から移動範囲が大きかった人々全般であり、その際に用いられたのが参加という概念であったという主張もあるんだぜ。参加側が何かしらの形でもいいから資料を残していればわかりやすいんだけどな。残念だがそんな資料はほぼないと言ってしまってもいいくらいだぜ。どうしてかしら？というのも、参加は自分たちの居場所や家系、情報といったものは徹底して外部に漏らさず、言わないようにしていたんだ。秘密主義が徹底されていたのね。その通りだぜ。そのため、参加は今でも多くの謎を抱えた部族として語り継がれているんだ。だから、さっきも紹介した作家の三角さんは、そんな徹底した秘密主義を貫く参加の人々から情報を聞き出せるくらい、参加の方々との親睦を深めていたんだ。それでも、聞き出せた情報はほんの一部に過ぎなかったらしいぜ。相当すごい出来事だったのね。そうだな。近頃の参加研究では、山あいや里部で様々な隙間産業的な生業についていた貧困層と、犯罪者あるいは犯罪者予備軍の隠れ家としての生活形態を持っていたものを切り離して考えようという見方が一般的になりつつあるんだ。しかし、全国的に参加の名称が使われ出したのは、もっぱら行政関係の用語としてであったことを考え合わせると、これもまた間違いであり、学問的中立性を欠いているという批判もあるんだ。難しい問題ね。強い監視が必要であると過去に目されていた一定の集団は、単純な貧困層より早い段階に社会構造の変化や行政の圧力により山間部や里部からは姿を消したのであろうという考察もあるんだ。社会学的な側面で参加という言葉やそれを取り巻く状況を検証する動きが成果を上げており、議論に一定の方向性が生まれつつあるんだぜ。全貌とまではいかなくても、いろいろな情報が明らかになってくれればありがたいわ。その通りだな。以上が参加についてだぜ。参加は江戸時代末期から大正期の用法から見て、本来は行政関係用語としての色合いが強い言葉なんだ。ただ、その初期から犯罪者予備軍、監視及び指導の対象者を指す言葉として用いられたことが、
三角博士の小説における三角像の背景になってしまったんだ。また、三角を学問の対象として捉えた最初の存在と言っても良い柳田国男やその同時代の研究者らも、その知識の多くを行政文書に頼っていたんだ。だから、三角という概念は警察による犯罪者集団や予備軍という形で世間に広まってしまった。誤った方向性で広まってしまったのね。そうだな。合わせて、山の中を転々と生活していた三角が、時々被差別部落にも拠点を置いて共に生活することがあったんだ。被差別部落の人は周りの人から迫害を受けていたため、あまり人が来ないようなところに住んでいたが、三角の人たちにとってはこのような場所は生活するのに望ましいところだったため、共に生活することもあったんだ。そのため、被差別部落の人々と一緒にいる点と、犯罪者集団という誤解が合わさってしまい、三角という言葉は差別用語として考えられるようにもなってしまったんだ。噂の一人歩きだけでここまでになってしまうなんて。だから、今の私たちはできる範囲でこういった誤解を抱かないことが大事だと思うぜ。それじゃ、今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。